摩地アーケード、萩市摩地商店街は、山口県萩市にある商店街と、その連合組織である。以下の二つの商店街が複合的に集まっている状態であり、白壁などの古い街並みが現存している。このうち、西田町、東田町の各商店街に伸びる一連のアーケード内にある。かつては、山口県北浦地区で、唯一の百貨店であった八木百貨店や、 萩市を中心としたスーパーマーケットチェーンであったマルショの店舗、さらに日時の店舗もあったが、これらの店はすべて廃業、もしくは撤退した。現在は中小の商店が軒を並べている。観光地である特色を生かし、空き店舗に土産店や地産地消店舗を開店するなどの取り組みが評価され、中小企業挑戦艇の新、頑張る、商店街77選に選ばれている。 また、田町商店街の近くには北浦唯一の映画館で、ある、萩ツインシネマがある。1960年の萩市には、萩気楽館、萩映画劇場、萩東映、萩セントラルの4館の映画館があった。1969年の萩市には、萩東映劇場、萩気楽館、萩東方劇場、萩スカイシネマの4館の映画館があった。しかしその後、 テレビの普及や娯楽の多様化などが理由で、萩市の映画館は相次いで姿を消した。2000年時点では、気楽館を解明した萩気楽一点にのみとなった。一時は、萩ツインシネマも閉館の危機にあったが、現在は、有志のボランティアなどにより、コミュニティシネマとして経営が存続している。かつて、東市中心部の田園地帯に町が形成されたことから、 田町となった説がある。なお、香川県高松市にも田町商店街という名称の商店街がある。1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。1969年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。